久保さん今回ドリームアカデミアにしましょうか <laughs> そっか熟読いやドリームアカデミアのすげえぜみたいな、ね、まあドリームアカデミアはね夢は逃げない逃げるのはいつも自分だっていう言葉をちょっと掲げてるんですけどまあ久保さんもねまあ逃げなかったですよね、うん、久保さんもねこの億万長者合宿で何度も言ってますし僕も言ってるんですけどこの10年久保さんがネットビジネスを始めてこの10年の間みんなね消えていなくなりましたよね ま正直分かんないですもん。僕も。久保さんぐらいしか。まあ、やり取りしてないっていうのもあるんだけども、どっかで何かやってるのかも分かんないけど、まあ、ほとんどね、消えて出てますからね。100人いたら、まあ、数人じゃないですか。いるの。数人いのかなっていう。1000人いたら、もっと少なくなるだろうしね。うん。だから、まあ、逃げずにやるっていうのは大提。逃げずにやるというか、まあ、 うんまあ叶えたいんだったら自分の夢とか目標こうなりたいなっていう久保さんがもしあの時あのねヘリコプターでそば食いに行くみたいなのを見てうんまあこんな世界があんだみたいなとこで、まあ、そこを目指していたか、まあ、憧れていたか、まあ、それは久保さんの心の内しかわからないですけどもでもそこに到達しよう、まあ、自分も今のマージャン店からね少なくともマージャン店からは違う人生を送りたいっていうところで まあずっと続けてきたっていう。もしそこで、あ、やっぱ俺には無理なんだと。40から始めたこの、やっぱ今までマージャンしかやってこなかったお親父にはね、パソコンも使えないし、パソコンもよくわかんないし、やっぱ俺には無理なんじゃないかなって途中で諦めてたら、今の久保哲郎の人生はないだろうし、そっか塾も生まれてないし、多分まあ、あのー、俺はマージャン店やってたし、俺がネットビジネスの塾。俺は麻雀、マージャン、マージャンのことだったら教えられるかもしれないけど、ね。 マージャン塾みたいなね。速下塾っていうね、やったからよかったけど、これマージャン塾だったらね、多分無理だったでしょうね。<laughs> ねえ、久保さん、マージャン塾だったらうまくいってました。今の人生あります多分ないっすね。いや、俺はマージャンしかやったことないからな。ネットビジネスの塾なんか偉そうにできねえな、みたいなね。まあ多分今はないでしょうね。うん、だから速下塾に救われたっていうかね。<laughs> まあそれはあるでしょうね。うん、即下塾が自分の人生を変えた。 あ部分であり、即下塾に救われたと、うん、いう部分はある。ビジネスが私を自由にしてくれた。即下塾が私を自由にしてくれたみたいなね。即 <laughs> 下塾と一心同体みたいな。僕も、まあ、ドリームアカデミーが、まあまあ、一心同体みたいな感じでやってるんですけど、まあ、僕も60歳までずっとやりますんで、まあ、60歳以降はやっぱ考えますけどね。どうするのかっていう。 そのフォローアップ勉強会毎月こう講義作っていくのは、ホワイトボードで熱量をかけて作っていくのは、さすがに60超えてからきついなっていうのは思ってるんで。うーん。やっぱね、毎月ホワイトボードでこうやってね、熱量を込めて講義するの結構大変だって。<laughs> まあ、とりあえず60まではやりますけど、うーん。まあ、あの、どっちが先にね、速化塾をやめるのか、ドリームアカデミーをやめるのかっていう。まあでも10年あるからな。まあいいや。楽しみですね。行ってらっしゃい。